グッドメン、今日のダンス練習は竹藤ダンスをアレンジして踊ってみる。ブレイクダンサーが慣れないジャズダンスを踊るキモかっこよさがなかなか癖になる。やばい、あなたの夢が動き出す。すげーすげー。はい、一人一人でやって一人でやって竹藤ダンスに一人で挑むフレクション、果たして踊り切ることができるのか。スナックさん、スナックさん、スナックさん、スナックさん。続いてスナックが挑戦。パワームーブ主体の彼はこの手のダンスは苦手なはず。もっと本気で本気で本気で。やばい。最後まで最後まで。最後最後決めて。はい。はい、不合格。さあここでイソップによるお手本披露。やってもらいましょう。わあすごい、顔でも踊ってる。しかしイソップまさかの不合格。そうなりますよね。アラさん、ちょっと一人で一番余裕あるんじゃないかな。顔も作ってる、顔も作ってるよ。すごいじゃん。あーやばい。おお、すごい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 。おおおやばい。すげえ。あらにも知れた師匠を取ります。これのダンスを見ろ。いきましょう。イソップ怒涛の再チャレンジ。不合格確定。やばい。お願いします。副賞お願いします。2度のチャレンジに敗れたイソップ完全敗北。やっぱりエンタメのとこじゃあいつはまだまだ。計算なんすね。計算だったんすね。すげえ。これ終わったら消してやる。残さないですね。いやこれはでもぜひ見てほしかったな。ぜひ見てほしかった。これは消されてる、ね、これ、ね、残したとしてもね、ご利用は計画的に。エンショップ竹藤の名台詞、ご利用は計画的に、誰もが記憶に残るキャッチフレーズなのだ。ご利用計画的に言いたかったね。そうそうそう。じゃあね皆さんありがとう。こんばんは。すげー。しかも公にさらしてしまう。